Hey guys, Draco Leo here, back with another bit. So I'm going to continue with chapter 47. So please enjoy the show. Sayuai, Loki wa ie no naka o arashitari wa shinakatta yō da na. それじゃあ、ロキは本当にただお茶を飲んでくつろいでただけってこと？あいつはとことんわけのわからんやつだな。でも。封印につながりそうなものはどうもここにはなさそうだね。ロキたちはそれが分かっててここを荒らさなかったのかもしれませんね。手詰まり。どこか他に封印に関わりそうな場所はないのか。おいらも自信はねえけど、ザンクティンゼルには普段は巫女しか入っちゃいけねえ神聖な森があるんだ。そこには祠があるんだけど、もしかするとそれが何か関係してんのかも。森か。確かに何かが隠されている可能性は高そうだな。それじゃあ今度はその森に向かって出発ですね。しかし、えらくいかめしい森だな。歩いてるだけで気が引き締まるぜ。そう？私は嫌いじゃないけど、なんだかすがすがしい感じがするし。もしかすると、森に祀られている存在の影響なのかもしれません。強い力を持つ存在は、周囲に影響を与えるとも聞きますし。まあ、こんだけいかめしい森でも魔物は出るわけなんだがな。懐かしいじゃねえか。お前はよく修行でこの森に入り浸ってたもんな。この森の魔物はみんなこいつの師匠みてえなもんだぜ。一つの勝利。目標撃破。覚悟してほしいの。いかがき。ドヤヌノ。参りま。赤い目標撃破。どうした、ルリア？さっきからやけにキョロキョロしているが。
その、なんていうかこの森、ちょっと落ち着かなくて。落ち着かないとも違うのかな。なんとなく怖いというか、そわそわしちゃうというか。私も。オルキスちゃんも？この森は何かが合わない。森に嫌われてるような、そんな気がする。森に？どうやらこの森に何かがあるのは間違いなさそうだな。慎重に進もうぜ。何が出てきてもおかしくねえ雰囲気があるからな。この先だぜ。森の祠まではもう少しだ。私やっぱり怖いです。なんだか私の中の青少女さんたちも怯えてる感じがして。青少女が怯えるだと？そんなことがあり得るのか？わからない。でも私やルリアはきっとその森の祠から拒まれてる。星の力を拒む森の祠。その祠に B 君の封印された力が。ともかくとんでもねえもんがその祠にはあるみてえだな。どうする、ルリア、オルキス。辛いようならここで私と皆を待つか？うん、行きます。私も一緒に。私も怖いけど行かなきゃ。こうなると祠に何が待ってるのか楽しみになってきちゃうね。はしゃぐな。私たちの目的忘れるなよ。はいはい。でもそのためには進まないとね。そんなわけで元気でだんだん行くよ。魔物のお相手はよろしく頼んだからね。勝利におごるべからず。祠から力を感じます。星の力とは明らかに違う、相入れない力が。どうやらこの祠が B 君本来の力を封印していると見て間違いなさそうですね。さ、トカゲちゃん、一思いにさ、ドドーンと開けちゃってよ。どうした、B？ 何か気になることでも？ああ、
そういや、祠とかってのは開けちゃまずいもんなんだっけか。となると、なあ、おいら怖いんだ。ロゼッタのやつ言ってたじゃねえか、思い出したくもないでしょうけどって。もし封印を解いたら、その思い出したくないオイラの記憶も戻っちまうんじゃねえのか。オイラは確かにこいつの親父さんに拾われるよりも前の記憶がねえけど、こいつと一緒にいて毎日楽しかったし、旅に出てからだって、オイラ、今のオイラがオイラじゃなくなっちまうなら、昔の記憶なんて欲しくねえ。できるなら封印しといたままにしときてんだ。ウィー君、ふっふん、もう仕方がないな、トカゲちゃんは。まったく、結局こうなるのか。下手に動くなよ。危害を加えたいわけじゃない。だよね。僕たちもトカゲちゃんを傷つけたいわけじゃないんだからさ。なんだと。ごめんね。言ったでしょ、僕たちには目的があるのよ。目的のために手段は選ばない。というより他に手段はない。僕たちは僕たちでいろいろと調べてたわけ。それで分かったんだけど、黒騎士をあの島から助けるには、なんとしても B 君に本来の力を取り戻してもらう必要があるんだよね。黒騎士を助けるために。さ、最初からそう言ってたでしょ。だから封印を解くことをためらったりされちゃ困るんだ。いろいろと思うところがあるのはわかるよ。トカゲちゃんの不安ももっともさ。でも僕たちは僕たちのために最善を尽くさなきゃいけない。だから早く封印を解いてほしいんだ。一度でも貴様らを信じた私たちが愚かだったようだな。今すぐ B 君から刃を下ろせ。さもなくばこの場で切り捨ててくれる。相手になるよ。打ち兜を見透かすのが寛容です。我が剣さん、勝利への道となる。ちょっと冷たいかもな。くそ、エナジーチャージ。ミサイル
やっぱ多勢に無勢だな。ドランク、どうして。ん、どうして。そんな悲しい顔しないでよ、オルキスちゃん。オルキスちゃんも黒騎士を、あの人を助けてあげたいでしょ。助けたい。でも団長と喧嘩もしたくない。団長たちと目的は同じはずなのに、どうして。それは。これは村の方からか。かなりでかい。それに今の音とこの匂いは。おい、ドランク、ひとまず話は後にしねえか。こりゃもしかすると村が。確かに、どうもここでいがみ合ってる場合じゃないみたいだね。Alright, that's it for chapter 47. 48 will be coming soon. I'll see you soon, guys. Bye!